ろしくお願いします。としのみです。それではですね、本日も、FIFA20の監督キャリアやっていきたいと思います。今回は代表戦ですね。フィンランド代表の監督として、フィンランド代表。はい。の監督として、まあ、プッキーですね。まあ、主にプッキーのね、監督としてね、どんなだ?うん。さあ、ハンガリーとやっていきたいと思います。今回はなんだっけな、大会はユーロの予選だったかな?うん。ヨーロッパの大会の予選です。それでは、やっていきましょう。サッカーファンの皆さん、お待たせしました。試合開始を前に、フィンランド対ハンガリーですね。やっていきたいと思います。気持ちよく晴れ渡った空が広がっています。うん、実況は西岡明彦。解説にはおなじみ福西貴史さんをお迎えしています。グループステージのこの一戦、フィンランドになりそうですね。と比べてというところに、グループステージを勝ち抜くには結構まあ同じような一戦になりましたね。白熱した試合を期待しましょう。わかんないですね、どっちがサイドから攻撃でしょうか。このゲインスタックどっちが強いっていうのと、どこまでドリブルするのでしょうか。また選手の引退とかあったりとか、状況変わってるからね、フィファだと。カウンターも狙えます。ちょっと数年経ってるし、このチャンスは生かしたい。うん。2022年。さあ、どうする?中央にクロス。オッケー。カウンターから得点も狙いましたが、ここはうまくいきません。攻撃的な451。よし、いいよ。さあ、クッキーが抜け出す。パスを回して、それのチームにはメンタシステムです。どうだ?蹴れない。蹴れる。蹴りたー。決まりました。ナイスプレー。ということでね、ここで試合の均衡を破ってきました。シュートがまあうまくいかなかったところからの、1点差ですから姿勢に回らないように気をつけたいですね。ナイス、うん、あそこで打たれたらキーパーはなすすべがありませんね。ここで、うん、パスになったような感じだね。うん、さあプッキー抜け出していく。最高のボールが出た。いけんじゃないこれ。プッキー、ナイスプッキー。うまい、それはナイス。こんな近くで持たれたら、うん、なすすべなしでしょう。いや、完璧ですね。いいスルーパスからの、いいフェイントというか、ここで切り返して、切り返してというか、相手に当たったのか。相手に当たって、時に帰ってきたんだもんね。うん。オッケー、ナイス。あ、いい抜け出し。ロードが抜けて、ここを渡して、決める。これ完璧。3点目。いや、てか、あれだね、僕、フネルバクチェとか、まあ、ポルトイトデイズとかで、監督歴がちょっとずつ長くなって、全員操作に本当に慣れてきてるっていうのがあるね。いやー、ダメ押し点になりましたね。本当に順調。諦めずに得点も狙ってほしいですね。いい感じです。いいよ。クロスのチャンス。ああ、ダメだ。欲しい。欲しいけど、まだ僕のボール。アタッキングサードに入ってきた。すぐにパスを返しました。さあ、どうだ、プッキー。ナイス。これオフサイドあるから。吸い込まれた。オフサイドない。よし。このプレーも見事ですが、パスも良かったですね。オッケー。ギリギリだと思った。完璧。ナイス。フッキーが一人で喜んでます。試合の内容も傾いていたと思いますが、うん、このゴール、得点の開きも大きくなりました。本当にギリだったね、今。オフサイドかなと正直自分では思ってた。差があるのは一目瞭然です。自分的には完全にオフサイドだと思ってたけど、なかったみたいです。一方的な試合となってしまいました。4対0。前半だけで4対0になりましたね。圧倒的。まあもう前半終わるんで。後半何点取れるかですね、この後。ここで一旦ペースを落として、ボールを落ち着かせます。さあ、後半始まります。4対0ということでね、かなり圧倒してます。うん。完璧な試合運びで4対0。うん。復帰も2点入れて満足。やばいな。ちょっと待って、これはクロス上がりそうだ。止めた。ボールがフリーになりました。有能。ボールをクリアしました。うん。サイドのスペースが広く空いています。さあ、まずいよ、この攻められてるの。これはまずいよ、これは。どうだ、どこで勝負に出るでしょうか。入ったかと思いましたが、シュートはわずかに横にそれました。ドリブルが上手いタイプの選手はやめてほしいです。プレスがきついチームとドリブルが上手い選手はずる。うん、いやー、危ない。ロビン・ロド。あ、いいんじゃない。
何を狙うのか。さあ、完璧なパスから。いいね、ナイス。入れました、ナイスシュート。横にちょっとずつ流していって、最終的に相手のディフェンダーが空いたところを。今日はもう完全に乗っています。いいね、サイドからちょっとずつ流していってシュート。うん、完璧。こちらのカメラからの映像です。いいシュートですね。うん、これは刺さる。これで5点目です。強い。絶妙なパス、スルーパスを出した。やっぱい、危ない。いいコースに飛びましたが枠を捉えきれません。ギリギリでしたね。やばいやばいやばい。うん、めっちゃ気に入ってたから今全然喋ってなかった。この試合もういけるやろみたいな感じだったな。よし、狙える位置です。さあ、完璧では、まあ、ダメでした。よく止めましたが、ここはプレーを切り替え、深くえぐってからのクロス、してシュート。惜しい。今のもめっちゃ綺麗なシュートだったね。うん、完璧。ワンタッチツータッチで横にどんどん流していって、ディフェンダーの空いた穴からシュートしていくのはいい感じですね。シュートをブロックした。うん、これはダメでしたか。うん、あ、プッキーが抜け出して、仕掛けてくるのか。最後、うん、ダメだ。強い。体をうまく使います。さあ、残り時間は、このアディショナルタイムというのが2分ですね。これはもう、このまま5対0で勝ちたい。カウンターは失敗に終わります。相手の攻撃しっかり止めて。ディフェンシブな選手を入れてきましたね。うん、そうですね。まずはボールを奪って、流れを変えたいということだと思いますが、うん、うまくいかなかった場合に。よし、勝ちました。5対0。グループステージのこの一戦はホームチームがサポーターの前で、サッカーファンの皆さんお待たせしました。さあ、本日の2戦目やっていきます。まあこっちの方はまあさすがに本命というか、実況は私西岡明彦、そういう試合になるでしょう。解説にはイングランドとの試合です。グループステージのこの一戦、厳しい戦いにはなるはずですが、ここから頑張っていきましょう。勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。待って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 、それ取るのはずるいじゃん。それはずるいじゃん。足速いし、ちょっと待って。ニアポストにオッケーオッケー、ナイス。なくない、今の。それは危なすぎる。こちらがホームチームの先発メンバーです。ハリー・ケイン。いやー、ハリー・ケインだ。ボールを失います。すごいよ。あの、なんだろう。あっちの頃の、FIFA19 の頃に、トッテナムで同僚だった選手とかが結構いますね。うん。おーっと、ちょっと待って。ボールを前に運んでいく。いや、きつい。ちょっと待って、これ。これはまずいよ。これはまずいよ。やばい！アップだー！惜しいシュートでしたが、危ない！入っててもおかしくなかった。危なー！これは、怖かったね。うん。ハリーケイン。やばいよ、また。クロスを上げたい。さっきからここの突破がすごいんだわ。いやー、これは厳しい。めっちゃ綺麗な、クロスから、めっちゃ綺麗なヘディングだった。ヘッドから得点が生まれました。いやー、これがイングランド代表か。パワーがある選手ですね。コースも最高でした。厳しい。ゴールの後、試合が再開します。さすがに強いね。中に入れて、ここから狙うのか、プッキーからのパス通して決める。あー、マジか。惜しい。今のもう一歩前出れたか。今相手が強いと惜しいね。いいシュートだったね。エリア内へ向かうか。さあ、このコーナーばかりだって。さあ、渡してこのパスは鮮やかいいよ、中で受けて、これを決めれるか、ナイス。オッケー、ポストに当ててのギリギリのシュート、完璧だね。いい狙い、ナイスナイスナイス。前半のうちに追いつきました。ゴールに吸い込まれました。これは綺麗。わざと狙ったのかは分かりませんが、うん、結果的に素晴らしいゴールになりました ね、 うん、ナイッシュ。まあ、もうアディショナルタイムですね。前半はこのまま終わってしまいそうな感じですが、まあ、
1点追いついたからね。緊張感が増してきます。いやこれワンチャンある、ワンチャンある。パスをカット、ない、うん、というところですね。半終了ですね。オッケーオッケーオッケー、悪くない。イングランドのキックオフで後半が始まります。後半やっていきましょう。まあ、イングランドに対して引き分けたらそれだけでも十分強いからね。まあ、でもできるだけしっかりね、やっぱ勝ち切りに行きたい。こっからしっかりと点入れて逆転して終わらせに行きたいね。よいしょ、あー、ダメだった。ルベン・ロフタスチーク、やばいか、やばいか。ここは足早いんだよ。ちょっと待って待って、本当は足早い。やばいって、ナイス。セットプレーを生かして1点も勝ち越せるでしょうか。 OKOK、 これしっかり守ろう、相手のコーナー。うん、ボールが中央へ向かう。入ってくる。いや、やばい、これやばい、これ終わる。狙ってきた。ナイス、 OK。 いや、ギリギリ耐えた。ナイスディフェンス。何かしてきそうですが、うん、クロスを出せるか、チャンスにできるか。やばい、クロスが上がるか。やばい、やばすぎる。決まるか。ナイスキーパー、ナイス、天才だ本当に。さすがですね。このコーナーは誰に蹴るか、レフェリーがコーナーを指します。相手に当たっていますね。コーナーが続きます。うん、コーナーキックが入ります。このコーナーは手前でディフェンダーに当たってしまいました。いや、これか、これだよ。うん、まあ、でも一回切りましたね。切れてるか、まだ、まだ来るな、まだ来るな。まずい、オッケー、よし。このピンチはクリアでしのぎます。オッケーオッケーオッケー。ずっと攻められ続ける。ルベン・ロフタスチーク、うん、クロスを狙ってきますか。どうだ、オッケー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 か、オッケーじゃない。まだまだやばい、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 ケイト、あれさせない。崩すのか。よし、ちょっと待って、これ繋ごう、繋ごう、ちょっと、簡単にクリアせずに繋いでいこう。相手に渡っちゃうのはきつい。うん。サイドから攻撃でしょうか、アレクサンドル・リー。あ、いいよ。ボールをドリブルで運んでいます。流して、流して。慎重に攻撃を組み立てています。届く？オッケーオッケーオッケー。スペースがあります。さあ、戻して、入れて、ボールと人がうまく連動しています。あ、いいんじゃない、これ、これいいんじゃない。さあ何を狙うのか、どうだ、惜しい、惜しい。ここは入りません。今のはかなりいい感じにボール回して目の前に隙間を作ったんだけどな。うん、スコアは同点、厳しい、時間はありません。うん、ただこれを止めて、イングランドの相手にしっかりと勝ち点1を取りに行こう。うん、よし、よし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 。さあ、このコーナー、このコーナー止めて勝ち点1、しっかり取る。勝ち点をイングランドから奪う。いやー、オッケー。試合終了の笛が鳴りました。さあ、さあ、まあ悪くないでしょう。イングランド相手に1対1。なんとかいい試合ができたんじゃないでしょうか。うん。ということでね、今回はこんな感じで終わっていこうかなと思います。結果を出しておこうか。よし。さあ、ユーロの予選結果がこんな感じですね。今まあ、イングランドと引き分けたんで、ロシアが抜け出してるんだね。ロシア強いんだ、今。あー、どうなんだろう。当たった相手かな、わかんないけど。さあ、まあ、こんな順位です。まあね、ちょっとイングランドはやっぱ強かったというところで、まあでも、1戦目ハンガリーはしっかりとだいぶ倒したんで、良かったのかなと思います。では、お疲れ様でした。またね、バイバーイ。